はいどうも、お疲れ様です。1月31日、えー、今月最後の相場解説朝6時でございます。冷やしを見ていくとね、なんとなくチャンネルラインっていうのをちょっと変更していざるを得ないかなってところも見えてきましたけども、まだそういう予感がするだけです。というのが、こういう風にチャンネルラインが進んでるでしょでも、ここ上がってきてですね、素直に落ちるんじゃなくて、ちょっとなんか横に向かってるような気がしませんかで、これっていうのは、チャンネルラインのブレイクをなんかね、差し示している可能性もあるんですよ。 でも全体的には下下げ圧力がまだ効いてますんで、こっから上昇するかどうかって言ったらね、また別の話になりますけども、ただちょっと慎重に見ないといけないのは、こういう時でも131円に向かっていくことはあり得ますからね、こうなるに違いないと思うような思考は捨てなければならないってことです。はい。そして4時間を見ていくんですが、4時間これまた顕著でですね、もうね、横ばいがちょっとね、はっきりしたんじゃないかなってとこですよね。 それまでは下に下がることが期待できるような形ではありましたけれども、どうもね、ここまで来ると、ちょっと横ばいを疑わなくてはいけないのかなというところでございます。ちょっとね、潮目が変わるかもしれないっていう覚悟を4時間でしてますよ。で、さらに1時間軸を見るんですが、さあどうでしょうか。昨日は、こういった形からブレイクを考えて、 下に窓を開けて抜けたんですけどもすぐに上昇してそして転換の特徴がここと同じようなのが出てましたんでセル方面と思ったらまあセル方面に行ったわけなんですよでここで利益を取るポイントは一旦来たんですけどもただその後ね急速に下髭を出した後今度は下髭に支えられるように上に行って n 字を書いてさらに n 字を書いて上昇でしょ うん、だからこうなるとね、ちょっとだいぶ見方を変えないといけないのかなと思いますね。うん、場合によってはね、これね、全く違った視点を持たなくちゃいけないと思うんですよ。まあそれがだから上昇するんではなかろうかっていうところなんですけども、今のところはですよ、今のところは、オリガルヒの皆様には最後,最後の動画でね、前回の動画でお伝えしたんですけども、ちょっとこう、レンジを疑っていかないといけないかなと。レンジの幅っていうのは前回のオリガルヒの放送でちょっと設定したんですけども、 これをまずね、火曜日の午前中に修正しながら見ていくところが1点。で、午後からは、まあ、できてワントライですね、えー。そこにかけようかと思います。もちろん、このチャートの伸びのスピードが変わると、午後までゆっくり待ってられないかもしれません。午前中に勝負をかけることもあり得ますけども、当面はですね、これが何を示す形になるのか、また転換を示してね、えー、つまりは、この形と、この形と似てるわけなんですよ。 で、このまんま、あと、1時間ほど経つと、チャートが確定しますので、そうなったら、こっちに向かう可能性の高い形を取るのか、それともね、N 字を書いてさらに上みたいな感じで、ここ N 字が連発してますからね、ここ。N 字、N 字、N 字でしょうん。だからあの、インセント要請が1本ずつとか、1本から2本なんで分かりにくいですけども、これ N 字なんですよ、こういうのってのは。ちょっと試しにね、15分を引っ張ってきますよ。15分足見てください、これ。 N 字を書いて上昇しているのは、まあ、顕著じゃないですか。で、ここもだから N 字の候補に上がるわけなんですよね。で、そこまで見て、えー、私の方はちょっと後ほどの決断になりますけども、場合によってはこれね、考えに行くんですけども、倍の方で取っていくっていう道も見ていかないといけないかなと思いますよね。主にはセルで取っていくはずなんですけどね。はずっていうのはおかしいですよね。相場に絶対はないですから。 それから、まあ、あのちょっとレンジで囲うのも素直にそれでいいのかなって気もしますねうんどうなんですかねえすいません、まあ、あの今日この時点では何とも言えませんえただはお伝えできることは今のところお伝えできたそんな4分間になったかなと思いますもうちょっと後であの追加の放送しますもう1時間経たないと見えないところもありますんでねそれでは後ほどお会いしましょう